で最後ですが、ユアバック、どっちが売れてるんですかというふうに、聞かれましたが、Windows が日本では圧倒的に売れています。他の国ですと半々ですとか、Windows の方がちょっとといったパターンで、なんですけども、じゃあどっちをお勧めするかといいますと、まあ、Windows 派の方といったところはですね、やはりペンの使い勝手といったところでは、特に Windows 10の場合、Windows Ink というテクノロジーがアニバーサリーアップデートから提供されていますので、その使い勝手かつ OS と他のアプリケーションの部分で、ペンをより使いやすくする機能は多分 Windows の方が少し先行っているんですね。というのは Android に関しては、多分ペンが標準になっていないので、Galaxy とか一部の製品だけペンに対応していてですね、端末だけカスタマイズされているので、OS の標準にはなっていないので、当然、Android でもペンは使えますし、OneNote などを使っていただければペンも使えるんですけども、ペンの使い勝手という意味では、多分 Windows の方が少しいいのかなというところですね。で、あと当然 Windows なので、Windows のアプリケーションが動くと。ただ、ペンであったり、その Windows には依存していない方というのは、Android をお勧めします。というのは、同じスペックでですね、OS としては Android の方が絶対的に軽いので、動作的には Android の方がサクサク動いている感じはあると思います。やはり Atom という CPU で、最近の Atom なので高速にはなっていますけれども、どっちの方が OS が軽いかというと、Android の方がはるかに軽いですから、まあ、サクサク使いたいという方は、ぜひ Android を使ってみていただければと思います。